こんにちは、バーバです。今日はこのクワガタの作り方をご紹介していきます。このようなちょっと小さいサイズのクワガタで折り紙1枚で作ることができます。ちょっと細かい折り方が多いので最初は大変かなと思うかもしれませんが、出来上がるとこのようなかっこいいクワガタになります。頑張って作っていってみましょう。用意する折り紙は15センチ四方の折り紙が1枚です。まず白の面を上に置いて、縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。次は右の縁と左の縁をそれぞれ中心の折り筋に合わせております。開きます。次は下の縁と上の縁もそれぞれ中心の折り筋に合わせております。このようにたくさん折り筋をつけていきますが、折り筋と折り筋がずれないように、そして角と角がずれないように、その都度きちんと折り筋をつけていくようにしてください。次はこのような向きで置いて、三角形に縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。丁寧にしっかり折り筋をつけておくことで、この後の折る工程がきれいに折ることができます。ここまで折れたら色の面を上に出します。そして右の角と左の角をそれぞれ中心に合わせて折ります。裏返します。そして右の縁と左の縁をそれぞれ中心の折り筋に合わせておりますが、裏にあったこの紙は折らずに広げたままこのような感じに折っていきます。こちらも同じように外側の縁を中心に合わせて、裏にあった紙は広げたままこのように折っていきます。次は下の角が中心に合うようにこのように折って折り筋をつけます。開いて、次は下の角がここの角に合うようにこのように折って折り筋をつけます。開きます。上の角も同じようにまず中心に合わせて折り筋をつけます。開いて、次は上の角がここの角に合うように折り筋をつけます。
開きます。そしてここについている横の折り筋、この横の折り筋で上の1枚を折り筋通りにこのように折って、そうするとこの部分が自然と浮き上がってついてきますが、この横についているここの折り筋が谷折りになるように、このように中心にあった位置でこのような感じに折っていきます。右と左両方ともまずここの折り筋で折って、ここの横の折り筋が谷折りになるようにこのように中心に寄せるようにして、そうするとこの部分が立ち上がって残っていますが、この立ち上がった部分の中に指を入れるようにして開いて、自然とこのように四角形に広がるように折っていきます。こちらも同じように折っていきます。まずこの横の折り筋で上の1枚をこのように折って、そして横の折り筋が谷折りになるように折って、両方ともここの折り筋が谷折りになるように中心にこのように寄せてきて、この持ち上がってきた部分は自然とこのように四角形に広がるように折っていきます。次はこの上の角が裏側の中心に合うように折っていきます。この部分何枚か重なっていますが、全部いっぺんにこのように角が裏の中心に来るようにこのように折っていきます。こちらも同じようにこの角が裏側の中心に合うようにこのように折っていきます。そうすると白い面だけがこのように平らに残ります。次は横の折り筋が今谷折りの状態に折り筋が入っていますが、この横の折り筋が山折りになるように折り筋をつけ直します。このように山折りになるように折り筋をつけ直したら、この右の角と左の角と、そして上に集まっているこの上の角が全部下の角に集まるように、このように角を下の角に向けてこのように折りたたんでいきます。次は下の縁がそれぞれ中心の折り筋に合うように折ります。何枚かいっぱい重なっていますが、まず上の1枚だけを中心の折り筋に合わせて折っていきます。そして下の角と上の角を結ぶ線で次の
1枚もこのように折っていきます。こちらも同じように上の角と下の角を結ぶ線で外側の部分を内側に折っていきます。そして次にここに間にこのような角がありますが、この角をこの今折った折り筋に合わせてこのように同じように内側に折っていきます。しっかり折り筋をつけておきます。裏返します。裏返すとこのように一番上に四角形の部分がありますが、この片方右側の部分をまず一回左側に倒しておいて、そしてさっきと同じように上の角と下の角を結ぶ線で角を内側に折っていきます。まず上の1枚だけを折っておいて、そしてこの残っているこの角も同じように今折った縁に合わせて内側に折っていきます。一度左側に倒していたこの部分を戻して、そして次はこの左側の部分を一度右側に倒して、そしてこちらも同じように上の角と下の角を結ぶ線で内側に折っていきます。ここも同じように折り目に合わせて内側にこのように折っていきます。そして今折った部分を開きます。こちら側も折った部分を開きます。この四角形の部分が元通りにこのように一番上に来るようになって、裏返してこちらも一度内側に折った部分を一度全部外側に開きます。そしてこの一番上のこの四角の部分についているこの斜めの折り筋の上の角がここになりますが、この角から外側の角を中心に向けてこのように折って、下の角から距離があるようにこのように斜めに折り筋をつけます。こちらも同じようにこの角のところから外側の角を中心に向けて折って、そしてさっき折ったこの角と位置が合うように合わせて折っておきます。折り筋をつけたら開きます。そして今つけた折り筋がここになります。一番最初につけた折り筋がここにありますが、まず今つけた折り筋がここで、そして一度めくって
この下の部分にもこのように斜めに2本の折り筋が入っていますが、この下の部分は最初につけた2本のうちの内側の折り筋、2本あるうちの内側の方の折り筋、この上の部分は2本あるうちの外側の折り筋で、めくった下の部分は2本ある折り筋のうちの内側の折り筋で、この折り筋に合わせてこれからこの外側の角を中割り折りしていきます。一度軽く開いて、まずこの上の部分を印をつけた線の折り目で折って、そして下の部分は線をつけた折り筋、内側の方の折り筋でこのように折って、このような感じに中割り折りをして角を内側に折り込んでいきます。こちらも同じようにつけた線の折り筋に合わせて角を内側に中割り折りしていきます。で、上の折り筋と下の折り筋が少しずれている感じです。次はここの上の角を少し下に折り下げます。折り下げたら次は折った縁より少し下のところでさらにこの角を上に折り返します。上の縁から少しずらしたところでこのように折り返して、そしてこの角と角を結ぶ線で下に折り下げます。で折ったら次はさっきつけたこの斜めの折り筋がありますが、この斜めの折り筋でこの端の部分をすぐ裏に折っていきます。ちょうど山折りと谷折りを入れ替える感じですぐ後ろに折り返します。こちらも同じように折り目の位置ですぐ裏に折り返します。裏返してこちらも同じようにこの折り筋のところですぐ裏に折り返します。こちらも同じように折り筋ですぐ後ろに折り返します。そしてこのように折った方の裏の方、まだこの四角の部分が平らに残っている方を上に出して、そしてこの下の角が上の角に合うように1枚だけを
上に折り上げて、そしてこの今折ったこの部分を今つけた折り目のところですぐ裏に折り返します。すぐ裏に折り返してこのような感じにします。次は下の縁をそれぞれ中心に合わせております。折り筋をつけたら今折った部分を開きます。今折った折り筋の上の角と角、この角と角を結ぶこのような横の線、この線が谷折りになるようにこの部分を上にこのように折り上げて、そしてこの斜めの折り筋通りにこのように中心に向けて折りたたんで、このような感じに折っていきます。そしてこの横の折り筋のところで今折ったこの部分の上の部分を下にこのように折り下げます。の角を少しだけ裏にこのように折って、そうしたらこの今印のついている折り筋でこの部分をすぐ後ろに折り返します。この折り筋が山折りになるようにこのようにすぐ後ろの隙間に挟み込むように折ります。ここまで折れたら次はこの横にこのように2枚ずつ角が残っていますが、この角をすべてここについている折り筋通りに角を中割り折りで内側に折り込んでいきます。一度この間を広げるようにして今ついている折り筋が山折りになるようにこのように折り筋通りに折って中割り折りをして折りたたんでいきます。残り全部同じように折っていきます。軽く開いて、そしてついている折り筋が山折りになるように折ってこのように折りたたんでいきます。こちらも同じように折っていきます。折り筋通りに外側の縁を中割り折りしていきます。このように折れて、
そうするとこの下の方から見るとこのように3段に分かれて角が出来上がっています。全部で1,2,3,4,5,6と6個の角が出来上がっています。そしてこの6箇所の角がこれから足になっていきますが、この6つの角をこれから全部中割り折りをしていきます。まず真ん中の2つの角を中割り折りします。ちょうどこのここの折り目の中心、このぐらいの位置からこの角をこのようにちょうど中心の折り筋が山折りになるようにこのように中割り折りをします。ちょうど真横にこのように角が伸びるように中割り折りをしていってください。こちらも同じように一度軽く広げて、この中心の折り筋が山折りになるようにこのように真横に伸びるように中割り折りをします。次は一番手前の2つの角を中割り折りします。ちょうどこの一番上のこの1枚、この1枚をめくるような感じで、そしてこの下の縁の中心からこのように中割り折りをしていきます。このように広げて、そしてこの中心の折り筋が山折りになるように、このように折って、やっぱり真横に広がるようにこのように中割り折りをします。こちらも同じようにこの上の1枚を手前に広げるように、このように広げて中心の折り筋を山折りにするように、このように中割り折りをします。次はこの一番後ろの2つの角ですが、ちょうど一番後ろの1枚から広げるようにして、そしてさっきと同じこの下の縁の中心から開く感じで中割り折りをします。このさっき折ったところから少し下に角度をずらす感じで位置を決めてこのようにしておきます。こちらも同じように一番裏の1枚を開く感じに中割り折りをして、このように広げます。そしてまずこの6つの足のうち下の4つをさらに先端を中割り折りしていきます。この中割り折りをした先端を一度先端を広げるようにして、次は中心の折り筋が谷折りになるように
このように中割りを量します。下向きにこのように角度がついてきます。こちらも同じようにこの部分をこのように開くようにして、角をさらに中割り折りをします。一番下も同じように中割り折りをしていきます。このように広げて中心の折り筋が谷折りになるように折って、このような感じに折っていきます。こちらも同じように折ります。最後は一番上の足を仕上げていきます。これもまず中心を広げるようにして、まず中心の折り目が谷折りになるように一度下向きに中割り折りをして、そして今度はこの角を上向きにさらに中割り折りをしていきます。一度このように中割り折りをしたら先端を広げて、この先端が山折りになるように折って、このようにさらに中割り折りをして足を仕上げていきます。こちらも同じように一度下向きに中割り折りをして、そしてさらに先端を上向きに中割り折りします。これで足の部分が出来上がってきました。次は下の角を少し上に折り上げます。そしてこの両側の角をそれぞれ少しずつ内側に折っていきます。このような感じに下の角と両側の角を折っていきます。次は一番上の縁がここの縁に合うように折り下げます。そしてこのちょうどこの角の位置ぐらい、この位置とこの折り下げた部分の下の縁の中心からつながる、このような斜めの線で、この今印をつけた斜めの線が谷折りになるようにこのように折り上げて、そしてこの折り上げたここの角、この角とここの角を結ぶこの斜めの線でさらに谷折りになるように
外側の縁を内側にこのように折ります。こうすることでクワガタの角の部分ができてきます。こちらも同じように折ります。まずこの角のちょうど同じぐらいの位置と下の縁の中心から結ぶこのような斜めの線で谷折りになるように折り上げて、この折り上げたここの角とこの角を結ぶ斜めの線、この線が谷折りになるようにさらに外側の縁を内側にこのように折ります。そしてこれを表に返すと、これでクワガタの完成です。折り方がかなり細かくてちょっと大変かなと最初感じるかもしれませんが、何回か繰り返し折るとコツがつかめて綺麗にクワガタを折り上げることができると思います。細かいですが折り紙1枚で結構立派なクワガタに仕上がります。小ぶりで手のひらサイズのクワガタ、夏にぴったりの折り紙なのでぜひ頑張って作ってみてください。クワガタ作れたよという報告ぜひコメント欄に書いてくださいね。待ってます。